バールシュタインは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のゾースト軍に属す、中期母都市である。バールシュタインの面積は158.03平方キロメートル、人口は約26,200人である。市内最高地点に立つ、デルメッケ島バールシュタインは、ゾースト軍南部、アルンスベルク自然公園内のベスター川沿いに位置する。 ハールシュトラングに接するザウアーラントの北端、ベストファーレンボンチの裏側にあたる。バールシュタインの地域は森に覆われた南部と森のない北部からなる。この二つの地形の境界がメーネ川である。ハールシュトラングは南の北部ザウアーラント高地と北のヘルベーク翼屋のハールシュトラングとの境界を成している。市内の最高地点はバールシュタインから約四キロメートル南の市境から。 数メートル北のプラックベイク平への最高点と、アルンスベルクの森自然公園のレルメッケ等が立つ、海抜581.3メートルの地点である。最低地点は、バルトハウゼン地区の北のバイビンデタールの216.5メートル地点である。バイビンデタールの特殊な点は、ザーアレ氷期に内陸氷によってせき止められていた、氷河の誘拐水がハールシュトラングを越えてメルプケタール。 流れ込んだことである。ニーダーベルクハイムのかつてのレンガの釜付近には、有海水によって北からハールを越えてきた曲石が見られる。内陸合理が最大となったおおよその状態は、ハール北側のシュレッテン側でわかる。この川は、約250メートルの高さからより低い、北東方向へ流れている。これは、氷河が北東から押され、 ここを通ったことにより谷が深くなったためである。バールシュタインの宿図バールシュタインの最北地点はエルデとアルテンメルリヒとの間、最も東はホーラーシュタインの南約2トル最南端はシュティムシュタム峠の南西約0 7トル地点、最も西はメーネゼーの最南端にもあたるラッテンベルクの北東1 7トルの場所である。東西の幅は 1> 約1 4 5トル、南北の幅は約1 4 9トルである。バールシュタインは、アラゲン、ベレッケ、ヒルシュベルク、ミュルハイム、ニーダーベルクハイム、ジヒティヒフォア、ズットロップ、バルトハウゼン、バールシュタインの9つの市区で構成されている。バールシュタインに隣接する市町村は、北から時計回りに以下の通りである、アンデヒテ、リューテン、ベストビヒ、 メシデ、アルンスベルク、メーネゼー、バート・ザッセンドルフ。1961年から1990年までのバールシュタイン市の年間平均気温は、ハール北側の高度が低い地点での摂氏8.4度から、最高地点での摂氏6.4度の間である。極端な低気温が、谷の地形でしばしば起こる逆転層のために、観測される。また、 高気温はやはり谷の低い地形によるものである。最も寒い月は1月で、その平均気温は山地で低、摂氏1.3度、バイビンデタールのすぐ東側で摂氏0.7度である。最も暖かいのは7月で、平均気温は摂氏14.3度から摂氏16.4度である。1981年から2010年の年間平均気温は、 1961年から1990年のそれに比べて約摂取0.7度高い。この差が最も大きかったのは7月の摂取1.1度、小さかったのは10月の摂取0.1度であった。降水量は場所や季節に大きく依存している。1961年から1990年までの平均年間降水量は、 ドイツ気象庁のヒルシュベルク速攻所で 1087.5mm、バールシュタイン速攻所で 1021.3mm、ベレッケ速攻所で 903.4mm である。市内で最も乾燥した地域はベレッケ中心部の東に接するメーネタールで約 890mm である。最も降水量が多いのはバールシュタインの最高地点で、 1> 約1 2 1 0ト、mm、ルである。こうした降水量の差は北に向かって傾斜した地形とこれによる風向きやフェーン現象の作用による。季節変動については南西部ではしばしば冬に最大降水量が観測される。バールシュタインのベレッケ速攻所では降水量の約30%以上が冬季に降る。逆に夏季には約6%程度で、 雷雨や夕立の形で比較的均等に降る。バールシュタインとヒルシュベルクの降水量の差は10月から4月までは小さく5月から9月までのヒルシュベルクの降水量はバールシュタインのそれに比べて12%多い。これはおそらくヒルシュベルクが森に囲まれており、このため蒸発水が多いためと考えられる。これがにわか雨や雷雨をもたらし、あるいは にわか雨を激しいものにする。1981年から2010年の平均年間降水量は、1961年から1990年のそれに比べて約プラス8%である。月ごとでの比較では、1月のマイナス8%から9月のプラス28%の間である。 戦史時代に人が住んだ痕跡が発見された、ビルシュタイン洞窟バールシュタインに人が住んだ最も古い痕跡はビルシュタイン洞窟で発見された。1887年の発掘、研究作業で発見された石器は、最新の研究では中石器時代のものと同定された。さらにビルシュタイン洞窟の第一文化洞窟では、金城、ビーカー文化、 ボツツボボチ文化時代の円筒形容器ローマ帝国以前の鉄器時代の数多くの遺物が発見された。バールシュタインの最初の文献記録は1072年であると長年が誤って認識されていた。この文書、ザウアーラントのグラーフシャフト修道院の土地台帳は80年前に儀書であることが判明した。この義書には1200年に本が付けられた。 この後付けされた法に初めて、バールシュタインが記述されている。したがって、バールシュタインの最初の文献記録は1200年である。この最初の記述は、バールシュタインの10分の1税をめぐる、アルンスベルク博とケルンダイ司教との争いに関連するものである。当時のバールシュタインは、現在のバールシュタイン旧市街ではないと考えられている。シュタットベルクの防衛施設で守られた。 都市創設以前にベスターが合わぬ谷の西斜面にあった入植地がバールシュタインと呼ばれていたと考えられる。現在のアルテンバールシュタインである。ここには確認できる範囲ではバールシュタイン地域で最初の境界があった。その基礎部分は1950年代に専門性のない発掘によって露出された。周囲の墓地では石器時代の散乱したい仏な他に わずかながら中世後期の東変や焼け跡が発見されており、都市形成以前のアルテンバールシュタイン集落で、すでに鉄加工が行われていたことを示している。この入植地は、1949年まで、ダーフィト港で鉄の採掘が行われていた場所からわずか数百メートルしか離れていない。バールシュタインは1276年に、ケルン大司教寺イクフリートフォンベスターブルクによって、 都市圏を授けられたとする従来の説は確実に論破された。都市圏獲得の正確な日付は分かっていない。隣町のベレッケと同時期の1296年に都市圏を獲得したとするのが有力な説である。1307年以後に初めてケルン大司教ハインリヒニセイ、フォン・フィルネブルクによって都市城塞が建設された。1630年のバールシュタイン周辺地図。 バールシュタインの東に鉱山が見られる。近年、中世後期のザウアーラントにおける都市形成に工業経済の背景が何らかの役割を担ったか否か担ったとすれば、その影響はどの程度であったのかが議論されている。着目されるのは固有の効果を持つエーハースベルク氏の創設である。考古学研究の結果、エーハースベルク効果は 集落周辺で採取された原料の銅と銀を加工していることが示唆された。これに関連して、アルンスベルクの森におけるジークフリートフォンウェスターブルクによる3つの都市建設が、いずれも交渉の近くで行われていることは注目に値する。ベレッケ周辺では円鉱石、カレンハルト周辺では鉛及び鉄鉱石、バールシュタイン周辺では特に鉄鉱石が産出された。 1364年にヨハンフォン・ヒュッケルハイムがシュミー・デベルクを霊園として与えられた。これにより初めてバールシュタイン周辺での製鉄業が初めて文献に記録された。それによればバールシュタインで最初の製鉄所はオーバーハーゲンの麓にあった。バールシュタインの都市上塞は反対側の谷にあり、 かつての製鉄所の建物とオーバーハーゲンの極めて豊かな鉱山を監視していた。中世、バールシュタインは長らくハンザ同盟に加盟しており、このことはこの町に確実な富をもたらした。当時の主な経済分野は大きな森林に基づく林業で、これに加えて鉄の採掘及び加工、農耕であった。工業は18世紀の 第三四半期以降大きな発展を遂げた。マテアス・ゲルハルト・フォン・ヘッシュが1739年に、当時の隣町ズットロップとの境界に、地元の鉄鋼石鋼床を基盤とした製鉄所を開設した。炭造工場や地元の製品製造者によって、再加工が行われた。この伝統を引き継ぎ、バールシュタインやその隣町のベレッケや、ズットロップなどは19世紀前半に、 ベストファーレンの初期工業化の重点地となった。1720年から1730年の間のバールシュタイン18世紀末に大きな政治的事件が起こり、バールシュタインもその影響を被った。フランス革命に関連し、1789年から市民層の反乱が増加した。いわゆるバールシュタインの愛国者戦争では、それまでの指導者階層の政党、 プリンツェンと愛国者党が結成された。1794年にプリンツェンが勝利を収めた。しかしこの党派も絶望的な財政状況のために改革せざるを得なくなった。1802年12月31日の火災で死の大部分が消失した。その結果、死の中心部はそれまでのシュタットベルクからベスターガー沿いに移された。1802年。 ヘッセンダルムシタットホーハクがベストファーレン工業を占領し、バールシュタインもこれに従った。1816年、ウィーン会議の結果この地域はプロイ占領となった。早くも1830年代にかなりの従業員を要する連鉄工場と最下工業者が開業した。しかし、ルール地方の発展によりこうした組織はわずか数十年後に危機に瀕した。 その結果工場閉鎖、失業、住民流出が起こった。この危機は主に鉄鋼生産の放棄と特化した製品製造に移行することで克服された。1844年からアムト・バールシュタインが形成された。1848年から1849年の革命の時代にバールシュタインで再び住民の衝突が起こった。帝国時代、バールシュタインでは ザウアーランとの他の多くの町に比べ、かなり早い時期により激しい労働運動が起こった。トライゼレ拝ハイドは1985年から安楽死政策の犠牲者を追悼する場となった。州の精神病院として1902年に開設され、後にプロビンツアールハイルアンシュタルトと改名された。精神病院は国家社会主義の時代には障害者に対する 政治組織に組み込まれていた。1933年の遺伝性、疾患子存防止法に基づき、かなりの数の強制断子が行われた。1940年から1943年までの間に安楽死政策によって、合計1575人の患者が、肌回る安楽死施設などの施設に転院させられた。司教のクレメンス・アウグストグラーフ・ホンガレンは、 その安楽死説法の中で、バールシュタインからの移送を、はっきりと容認している。それまで国家社会主義を支持していた病院付き司祭、ロレンツ・ピーパーは1941年に抗議書で殺害行為を批判し、そのために解雇された。現在、病院敷地内の礼拝堂で犠牲者が追悼されている。1944年9月から、V2 プログラムの師団司令部が、 バールシュタイン近郊のズットロップに置かれた。終戦直前の1945年3月、数百人の外国人労働者の集団がバールシュタインにやってきた。外国人労働者は皆や背を揃え、一部は住民に物乞いした。彼らは国民突撃隊に監視されており、地元で従事していた外国人労働者の集団とともに仮設収容所に監禁された。 新英隊大将、ハンス・カムラーは1945年3月20日の直前に車で渋滞にあった。この渋滞は帰国する外国人労働者の集団によって引き起こされたものであった。さらに彼はバールシュタイン近郊の森を散策中に外国人労働者の見張りのいない収容所に遭遇した。地元の役場はこの状況に対応できないと思われたため、 カムラーは秩序を回復するために相当数の外国人労働者を銃殺するよう部下に命じた。カムラーの命令に従って、1945年3月21日から23日にアルンスベルクの森の大量虐殺が起こった。アルンスベルクの森で208人の外国人労働者が射殺されたが、その中には女性や子供も含まれていた。 アメリカ軍は1945年4月5日から8日に現在のバールシュタインの地域を制圧した。小さな戦闘があり、数人の死者が出た。1975年1月1日以降、地域再編によってノルトベストファー練習の構造は完全に変化し、バールシュタインが現在の形となった。すなわち、アムトバールシュタインは周辺市町村のアラゲン、ベレッケ、 ヒルシュベルク、ミュルハイム、メーネ、ジヒティヒホア、ズットロプ、バールシュタインと共に、新たなし、バールシュタインに統合された。さらにバールシュタインは、アルンスベルク軍に組み込まれたが、その後ゾースト軍に編入された。外洋製パンクラティウス教会バールシュタインはもともと、ケルン大司教区に属していた。1821年に、教皇ピウス7世の教皇直所、 デサルーでアナメレムによって、バールシュタインはパーダーボルン主教区に移管された。宗教改革は、バールシュタインに影響を及ぼさなかった。現在も、住民の2、3以上が、ローマイコールカトリック信者であり、バールシュタイン聖ペテロ教会、バールシュタイン聖パンクラティウス教会、ヒルシュベルク聖クリストフォルス教会、ズットロプの担当された聖ヨハネス教会からなる、 バールシュタイン四国連合及びメンレタール四国連合に属している。工業家の時代やウィーン会議によってプロイセン領となったことでプロテスタント信者もこの町に住むようになった。第二次世界大戦後の難民によってさらに福音主義キリスト教徒がバールシュタインに流入した。福音主義教会は1852年から1857年に クプファーハンマー亭の向かいに建設された。バールシュタイン住民の約20%が福音主義教会に属しており、約15%がその他の宗教、または無宗教である。ユダヤ教、バールシュタインのユダヤ人墓地バールシュタインのユダヤ教会の伝統は第三帝国の時代に消滅した。19世紀にはすでにこのコミュニティは、 三家族が転居したことで衰退していた。ランゲ通りの小さな木組みのシナゴーグは水晶の夜に荒らされたが、破壊は免れた。この建物は、その後、農業の納屋として用いられ、家畜小屋になったこともある。このシナゴーグは1971年に取り壊された。排斥運動後もバールシュタインに住んでいた、ユダヤ人家族コーン家とアレンスベルク家は1939年に、 アルゼンチンに移住したが、イルムガルト及びユリウス・ゴンゼンホイザーとベルタカウフマンはこの町に泊まった。ユリウス・ゴンゼンホイザーはブヘンバルト強制収容所で亡くなった。その骨壺はバールシュタインのユダヤ人墓地に埋葬されている。戦争後バールシュタインに新しいユダヤ人組織は形成されなかった。ドイツ再統一の時代にユダヤ人はこの町に移り住んだ。移住していった。 ユダヤ人たちは帰ってこなかった。この街でユダヤ人の生活を忍ばせるものは新たに設けられたモーリッツカウフマンイコールガッセシナゴーグガッセの道路標識がある。ユダヤ人墓地は破壊しが動かされているものの、概ね保存されている。このユダヤ人墓地は2002年以降、バールシュタイン氏の文化財リストに掲載されている。有限切る非法フという農場名が 地元の文学作品でしばしばユダヤ人埋葬地と関連付けられている。しかしこれは全くの誤りである。森の工作地、ユーデンキルヒホーフは、市の南約5キロメートルのプラックベーク平へのふもとに一致している。この名称はおそらく数多くの丘陵に由来しており、アルンスベルクの森のあちらこちらにある。この丘陵は昔の紛糾を意味している。 アルンスベルクの森の他の丘陵における考古学調査は紛糾ではないことを示した。詳細な背景については今も明らかでない。バールシュタインの市議会は36議席からなる。バールシュタイン氏は1991年4月10日のアルンスベルク行政官区長官の文書により文章の使用権を得た。文章の図柄、銀字と赤字に左右に分割。 向かって、左は、橋が、円につく黒十字。向かって、右は九つの銀の玉が、左から縦にを、四に配置されている。紋章の図柄解説、白字に黒十字は、ケルン大司教の所領であったことを意味している。紋章を向かって、右側の九つの白い玉は九つの地区を、象徴している。以前のアムト・バールシュタインの紋章は黒字に白い、シモ紋があり、 その中に、聖ペテロが十字架と鍵を持って立っている図柄であった。上り、バールシュタイン氏はさらに1991年4月10日のアルンスベルク行政官区長官の文書により上りを使用する権利も得た。上りの図柄、長辺に沿って、白から黒から白に1、3、1の幅に塗り分けられた地の上半分、中央の地に、死の紋章が描かれている。 バールシュタインは以下の都市と姉妹都市関係にある。演劇上演はベレ・ケシクのテアター・アウラで行われる。私立博物館連邦堂 B55 号線沿いのクプファー・ハンマー邸はいくつもの建築フェーズを経て建造された上官風建築で、最終的には工場主のベルゲンタール家が館として使っていた。この建物には現在、 バールシュタインで最も大きく有名な私立博物館が入居している。ここではおのずと体感できる18世紀から19世紀の有力市民の豪邸の他に、鉄加工地質学、ヨハンエリアスリディンガーの狩猟の同伴がコレクション、彫刻が展示された、ビンターガルテンが見られる。庭園の彫刻では、ゴシック様式のバールシュタインの聖母は特に貴重である。 各区の他の博物館には以下のものがある。ビルシュタイン洞窟入り口のすぐ前にある旧ユースホステルにはビルシュタイン洞窟の小さな情報展示室があり、戦士時代及び古生物の出土品ビルシュタインタールにおける中世の鉄生産ビルシュタイン洞窟の広がりなどが展示されている。LWL クリニック・バールシュタインは火曜日と水曜日に 精神医学の100年以上に及ぶ歴史を紹介する博物館を公開している。入場は無料である。非公開日でも予約すればグループ見学が可能である。バールシュタインにはいくつかの音楽クラブがある。例えばアラゲンやジヒティヒフォアのブラスオーケストラ、自然域の多くの合唱団や音楽隊、バールシュタイン、ヒルシュベルク、ズットロップの資料ホルン水槽団。 ずっとロップのロッククラブなどである。かつての私立音楽学校は2008年から民営化され、就学前の子供に歌を教えている。また、楽器演奏やオーケストラ活動も行っている。音楽グループ、バールイコールプロジェクトは、次世代がほとんど忘れかけているザウアーラントの民謡に取り組んでいるが、有名な民謡や、バールシュタインコユの強度の歌を再評価する活動も、 行っており、インターネット上で、歌詞や楽譜を無料で配布して、普及、保存に努めている。バールシュタインのアルテ・キルヒエ本市の建造物では、クプファーハンマー邸の他に、各宿にある多くの教会建築が挙げられる。ネオゴシック様式のカトリック製パンクラティウス教区教会は、マルクト広場と共に内市街の中心地点となっている。パンクラティウス教会周辺にあったバールシュタイン、 創世期の建物、プロギムナジウム、視聴者、クサイ版書マイナスは1960年代及び1970年代の近代化の犠牲となった。14世紀初めに、シュタットベルクにあるテキルヒエが建設された。その建設は、1307年頃からのバールシュタイン、都市防衛施設の建設と関連していた。シュタットベルクの最も高い場所にある、この教会は、 見張り塔として利用される堅牢な塔を備えた防衛施設の一部であり、いわば都市防衛施設のベルクフリートであった。かつての死壁はほんの一部しか残されていない。近世初期の度重なる火災の結果、建造物はほとんど現存していない。最も古い建物は、シュタットベルクのツイントホーフである。これは、 グラーフシャフト修道院の付属建造物で周辺地域から10分の1税を収める窓口であった建物である。現存する最も古い農家は18世紀のものである。現存する19世紀の古典主義建築はわずかである。ベレッケ旧市街も歴史上重要であるが、その他の集落中心部にも木組建築の街並みが残されている。さらに、 バールシュタインの森の市内最高地点近く、すなわちアルンスベルクの森自然公園の最高地点の近くでもあるデルメッケ等はホーホザウアーラントを望む施設として用いられている。デルメッケタール自然公園地域の南部はアルンスベルクの森自然公園の一部である。バールシュタインの地域の他の部分は景観保護地区に指定されている。バールシュタインには9つの自然保護地区が 指定されている。このうち5つが、自然保護地区であると同時に、欧州保護地区、FFH 地区である。自然保護地区のうち4つは、他の市町村にまたがっている。本市の自然保護地区は、以下の通り、アルンスベルクの森、デルメクケタール、メンネタール、ハモールスブルーフ及びクベルベヒエ、オーバーハーゲン、ライトヘーレよびベシェバッハのバッハシュンデン、ドレーバー採石場、ベスタータール、 ピュスベルク。ブライケ交通量の多い連邦道 B55 号線。交番の近くに小さな公園があり、同盟の川の水源である、ブライケがある。バールシュタイン領重園は、市の西部にある。領重園には、大山猫、アカシカ、ダマジカなどの土着の野生動物がいる。ドイツの重要な鍾入道であるビルシュタイン洞窟を見学することもできる。 この他に特筆すべきは、ズットロプシクシティレンベルクの精神病院の広い公園風の敷地である。この病院は、1907年に広い敷地を獲得し、各病棟間を公園風に造成した。バールシュタイン国際モントゴルフェアで2012、バールシュタインには多くのスポーツクラブがあり、サッカーやハンドボールをはじめ様々な競技が行われている。バールシュタイン屋内プールは、 全天候型プールに改築された。ほぼ全ての宿区にテニスコートがある。特に魅力的なのは1986年から毎年開催されている熱気球競技会のバールシュタイン国際モントゴルフィアーデである。自転車競技も人気である。毎年モントゴルフィアーデの会場付近でバールシュタインチャンピオンズトロフィーが開催されている。これは特に若い自転車選手に プロ選手になるチャンスを提供している。10月の第3日曜日を挟んで、金曜日から月曜日まで、伝統的なバールシュタインの秋の境界祭が開催される。その最後は、境界祭月曜日の花火で幕を閉じる。ベレッケの住民は、ゾーストのフェーデの際の、この集落に対する攻撃集結を記念した、シュトルムタークを、精霊降臨祭前の水曜日に祝う。 シュナーデツークや射撃祭はほとんどすべての区で開催されるのが伝統である。射肉祭も対処されるべきである。多くの区にカーニバル実行委員会が組織され、バラの月曜日の華やかなパレードが常にそのハイライトとなる。市内ではバラの月曜日のパレードが2つ行われる。一つは バールシュタインとズットロップが共同で組織するもの。もう一つは、ベレッケのものである。バールシュタイナー・ブラウエライ・バールシュタインの経済上の重点は、以下の通りである。バールシュタイン・ベレッケの連邦道 B55 号線と、鉄道ミュンスター、バールシュタイン線道路、バールシュタイン市内を連邦道 B55 号線と B516 号線が、通っている。アウトバーンは通っていない。 ただしアウトバーン A46 号線のバールシュタインインターチェンジがメッシェデ市内にある。また B55 号線経由で A44 号線にも接続している。何十年も前から内市街を迂回するバイパス道路の建設が議論されているが合意に至っていない。ベレッケシクではすでにバイパス道路が完成している。公共旅客交通バールシュタインは地方バスによって ゾースト軍の他の地域と結ばれている。定期運行している路線バスがリップシュタット、ゾースト、メッシデに通じている。バールシュタイン貨物駅鉄道最よりの旅客駅はメッシデ、ゾースト、リップシュタットにある。バールシュタイン駅は貨物営業のみを行っている。鉄道バールシュタイン、リップシュタット線は1883年に開通し、 バストファーレン地方鉄道の路線網の一部を構成していた。旅客運行は1975年に廃止された。バールシュタイン駅からは、バールシュタインのいくつかの石灰石採石場及び2005年春から、バールシュタイナーブラウェライと結ばれている。航空もよりの空港は、約3 0トル離れた、パーダーボルン、リップシュタット空港である。 ルールタールのエーベントロップにグライダー飛行場がある。バールシュタインでは、日刊誌、ベストファーレンポスト、ゾースターアンツァイガー、ベストフェリシェルントシャウが刊行されている。このうちルントシャウの地方編集局は2005年に閉鎖された。ゾースト軍は、ラジオ NRW と提携しているゾーストに本社を置く、ローカルラジオ局、ヘルベークラジオの放送サービス地域である。 バールシュタイン・クサイバン書本市は、バールシュタインと流転を管轄するバールシュタイン、クサイバン書の所在地である。LWL クリニーク・バールシュタイン・バールシュタインには2つの病院がある基礎診療病院のクランケンハウス、マリア・ヒルフ・バールシュタインと精神病院、LWL クリニーク・バールシュタインである。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。